土工国ギッテとは、現在では、アラブ首長国連邦を構成する一部の首長国において、九百六十三年から九百七十二年にかけて郵便に使用する目的でなく、切手収集化目的に乱発された郵便切手に対する総称である。アラブ土工国ギッテと呼称される場合もある。いずれも9000オマーンを構成していた。他にも北エメンの応答派や、 南アラビア保護領の上やファッション国名義で発行された切手、また、クウェート政府の許可を取らずに、大阪の日本万国博覧会会場で販売された、エセ切手もどこ交国切手に入る場合がある。切手収集の趣味は、世界的なものであり、世界各国も非常に、さこそあれ、郵便事業の利潤獲得のために、収集家が喜んで購入し、指導されるような、 美しい切手が発行されることは少なくない。また小国では国家財政の重要な歳入源になっている。郵便を目的としたものではないとされる切手を発行した国家は古今東西存在しており、1930年代に切手発行国だった単ヌ通話があるほか、現在でも世界的に承認されていない旧ソ連から分離独立を目指す地域や、 1990年代前半からの内戦で長い間国家として機能していなかったソマリア名義のものやサハラアラブ民主共和国名義の切手も国際切手市場に多数存在する。また存在した時期が短いため認知度が低く架空の国家と誤認されることさえあった南モルカ共和国名義の切手のようなケースもあった。アラビア半島の急戦をマーンでは当初イギリスが 優勢事業を行い、イギリス領インド帝国の切手に、クウェート、バーレーンの国名をカズリしたものを切手として使った。インドが独立して、以降は、イギリスの切手に、現地で使われていた、インドルピーの額面をカズリしたものを切手として、使用した。1963年に急千をマーンを構成した、主張国アジュマーン、アブナビ、ウンムアルイコールカイワイン、シャールジャ、ドバイ、 フジャイラ、ラース・アルハイマが、それぞれ独自に切手の発行を開始した。このうちアブダビとドバイは、石油産出国のため財政が豊かで切手も、実用的な範囲で発行されていたが、その他の主張国は、石油が産出せず生産性が低い農業と漁業しか、産業がなかったため、 切手販売による現金収入目当てに世界各国の切手収集化を狙って凄まじい種類の切手を荒作り乱発した。これらが今日土庫国切手と呼ばれているものであり、このため世界中に大量の土庫国切手が流通した。これら土庫国切手は現地で郵便に使えないわけではなかったが、しかし、 郵便事業の規模を考えれば、実際には使われないような量の切手を乱発した。その結果、世界中の切手収集家の品種を買うこととなった。伝統的な切手の収集家は、こうした郵便事業の趣旨から大きく逸脱した切手を、いかがわしい切手と呼んでいる。世界的な切手カタログである、スコットカタログには長らく収録されず、切手収集家による、 国際的な切手店の出品リーフに土広告切手を入れると大きな減点になるとされてきた。しかし2019年になってスコットカタログの2020年版にラース・アルハイマの切手が不完全ながら再録され始め日本国内の切手店でも土広告切手に関する出品が行われるなどその評価は徐々に変化しつつある。アラブ首長国連邦が1972年に 各市長国の郵便事業を引き継いだことに伴い、土広国切手も同年限りで発行が終了したが、各土広告が切手の製造販売を委託していたエージェントが契約終了直前に小型サイズの切手を乱発した。1960年代から1970年代にかけて発行された土広国切手は8000種類以上に上るとされる。 単編ベースでは1万6000種類に迫るという集計もある。土工国切手の題材として、当地の文物や風景が登場することがほとんどなく、世界中の収集家に受け入れられるように、世界各国の動物や植物、著名な風景や絵画、そしてオリンピックやアポロ計画、日本万国博覧会などをテーマにした切手を乱発していた。その結果、 日本でも1970年代の切手ブームの時には同じく格安で販売されていた東欧の社会主義国の切手と共にダカシアの景品として挿入されることが多かった。また切手の製造販売権を海外のエージェントに売り渡していたため、アジュマーンでは住民の大半を占める保守的なイスラム教徒の間では女性の肌の露出がタブー視されていたにもかかわらず、 ヌード絵画が切手の図柄に採用されていた。1964年の東京オリンピックを経て、日本の国際的な経済的地位が向上した結果、1966年から角度広告は日本をモチーフとした切手を発行し始める。浮世絵の春画を切手にしたり、1971年の昭和天皇法王の際には、昭和天皇と皇順皇后の肖像を使った切手を、 発行したため、区内庁が正式に抗議する事態も発生した。また市長国の内ラースアルハイマが1971年に札幌オリンピックを記念する切手を発行したが、スポーツとは関係のない風景と特産品がデザインされていた。そのうち札幌テレビ塔と札幌ビールが登場し、イスラム教徒にとって禁酒が競技であることを無視するような切手もあった。短編ベースで、 1> 約1万6000種類。出典、スタンプアリアスオブザワールドウィキメディアコモンズには、土告刻切手に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。